寄せて色で食わせるルアーです。比較的早く巻いても大丈夫なルアーなので、初心者の方もお子様の方も気軽に使っていただけます。今からセニョールトルネードの巻き方を説明いたします。でセニョールトルネードのスペンサー、こちら俺の弓です。こちらのピンに針をまずかけます。かけてこの溝があるんですけど、溝に沿って巻いていきます。で円の中心まで先端を持ってきて、針から外して形が崩れないように作ります。そうするとセニョールトルネード巻けました。完成です。